さあ始まりましたダパンプ友のアメリカンチャンネル、アメちゃんということなんですけれども、ただいま2024年3月7日の20時を回ったところでございます。今回もですね、ちょっとダンス絡みの番組に出させていただいたということで、オンエア直後のこの熱気のまま丸抜部の感想トークの回になるかと。ということで今日もアメちゃん始まるよ。マルバツ部ですね、木曜日7時からえなりさんと相葉さんがやられてる番組です。そこで、覆面ダンスバトルと題しまして、誰がこう踊ってるか分かんないようにえなりさんの覆面をかぶった状態で TikTok に投稿して、どちらがいいねをもらえるかという対決になっておりました。でね、そのだからファンの皆さんの方の数とかそういうもの関係なく、同じ状態でえなりさんの覆面そして学ランをこうね身にまといつつ TikTok に投稿するという企画だったんですけれどもね、まあちょっと初めての試みで、僕たちもいろいろ試行錯誤したんですけど、まあ、だからこの企画にまず呼んでくれたこと自体が僕たちすごく嬉しくて、ね、3人でこう試行錯誤したんですけれども、リハーサル時間は約2時間ほどやったのかな。まあまあ僕たちのこのね、TikTok の27秒ぐらいでしたかしては多めにやったかなという感じはしたんですけれども、楽曲がジュリー&マリーさんのそばかすですよ、ね。まあ、僕らからしたらもう世代ですし、めちゃくちゃ聴いてた楽曲なので、もちろん歌詞は頭に入ってましたし、ただこのダンスがあまりこうね、ついてない楽曲というかダンスのイメージがあまりない楽曲なんですけども、そこに TikTok の要素をこう盛り込んだダンスみたいな振り付けをするという形になりましたけれども、やっぱりですね、番組でも言いましたがね、歌詞がこうね詰め込まれてるような曲ではないですので、その余白部分だったりとか、人が真似したくなるようなポイントだったりとか、ケンちゃんもよく言ってましたし、ドア玉のインパクトとかいう形にもすごくこだわりまして、3人で作りましたね。ケンゾー先生とキミちゃんと僕という3人で、作りましたという形になってます。作り方等は番組を見てもらったら分かると思うんですけれども、まあ、大体あんな感じで、僕たち作っております。一人がこう振付師という立場にこう立って、その人が持ってきたものをこう肉付けしていくような形の自由度高い、振付の仕方ですよね。そんな感じで作っているんですけれども、まあでもねやっぱりこうちゃん、松田くんがですね、まず誘いに来てくれたというか、まあ、バトルをこう仕掛けてきてくれたところから始まって、まあね、僕もこうぶっ潰してやるぜみたいなことをやってましたけれどもまあ本当に負けたくなかったんで、もうガチで、勝ちに来てます。完全にもううちら負けられない戦いがあるとケンちゃんも言ってましたけれども、やっぱりこう負けたくないっていう気持ちがすごく強かったので、ねえどんな手を使ってでも勝つぞっていう意気込みでしたから、いろいろ考えましたけれども、まあドア玉のインパクトあるえなりさんが3人並んだ団子えなりさんというね、けんちゃん考案のまずドア玉にインパクト持ってこうぜみたいなところから、鍵をかけるという意味のロックダンスというね、こうカチッとした動き、あれにすることによってまあちょっとストリートダンスの要素が入ってくるのと、揃ってパッパキッと見れる感じのダンスのジャンルなので、そこをまず頭に持っていくということを3人で決めまして、そこからまあ TikTok で真似したくなるようなちょっと手振り、この画角の中でやるような振りみたいなやつをちょっと入れ込みまして、そこからまあ歌詞にはめたお腹がすくわのところでこうねちょっとおちょけた感じのキャッチーな動きも入れつつというところだったんですけれども、ここちょっとね
答え合わせというか、まあ、これ言っても言わなくてもいいんですけれども、まあ、一応こう僕らの絶対負けたくないというところで、実は TikTok の映像を見てもらった方は分かると思うんですけれども、おまるばつぶの公式の TikTok さんの方でこうアップしてるんですけど、そこでお腹がすくわのところで、ね、こうジャケットを学ランこうやってギャッて上げるんですけれども、その時に実はこれ気づいた方いますかね、チャック全開なんですこの人ね。実はこういうね飛び道具的なものも仕込んでまして、そこでやっぱりいいねが欲しいというもう悪いとこ出てます。大人の姑息なやり方ですわ、申し訳ないここはねチャック全開でお客さんに突っ込んでもらうという、見てくれた方に突っ込んでもらうというね、形を取りまして、チャック全開2期というコメントも書かれておりました。僕見ました、そういうコメントも、皆様の温かいコメントをたくさん見まして、ね、チャック全開2期に、チャック全開2期がいることによってこうダンスが入ってこねえとかそういうツッコミをいただきまして、すごくね僕らもね楽しくこうやらさせていただいたんですけれども、なんかコメントの中にはチャック全開2期がなんか相葉さんに見えるみたいな、相葉さんじゃねえみたいなちょっと疑惑もなんかこうふつふつとコメントで盛り上がってたみたいでね、そういうのも嬉しいですけれどもね、まあ、何を隠そうチャック全開2期は私ですそうなんですよ、私が、チャック全開2期、ということで、ああいう飛び道具を仕込まさせていただきました。実はメンバーにも全く言わず勝手にやったというねものなんで、終わった後にスタッフさんがこうね、トモさんチャック全開だったんでこれもう一回やり直した方がいいんじゃないですかっていうことを、まあ優しいもうね僕のことを思って言ってくれたんですけれども、僕はお断りさせていただき、そのまま TikTok に載せてくださいということでね、そういうこともやっちゃうよね、本当に申し訳ございません本当になんかね、一個の楽しみつつのエンターテインメントとして見ていただければいいかなというふうに思います。はい、マネージャーにもトモさんチャックチャックって言われたんですけれども、大丈夫大丈夫って言ってそのまま本番を迎えたということです。ジャパンにお付き合いありがとうございます。はい、ということでね、そこからお腹がすくわのところでそういう飛び道具を使った後にこれですよね、番組でも言われた嵐詐欺をこっちがやるというね、やっぱりねリサーチ入れてました、トラビスさんの、どういうことをやってたのかということは、過去動画ちょっと見させてもらってね、リサーチ入れてましたので、これ絶対嵐詐欺やってくんじゃねえかというふうに思っていたので、もうこっちからかぶせてやれという気持ちで入れ込みましたね。そしたらまさかのトラビスさんはもう AKB 詐欺というね、他グループからこう系列グループじゃないところから持ってくるというね、やっぱさすがだなと思いますね。まっちゃんのその辺のねやっぱり、バラエティに長けた能力思考というかね、さすがです本当に。嵐詐欺をこうねやらせてもらった後に、なんと私たちの一番の看板ダンスと言っても過言ではございません、こちらですね、いいねダンスをねちょっと大胆にもバコンとぶち込むというね、これもまあ大人げないっちゃ大人げないんですけれども、まあそこはちょっとうちらのやっぱりね売りと言いますか一押しのねダンスですので、そこをぶち込むということで、前編こうね構成しましたけれども、あちゃん本当にもうまっちゃんまっちゃんっていうまっちゃんで松田くんのことね、松田くんはね本当に気さくというか本当に親しみやすい子でしたので、僕ククが言えない段とか大好きなので、辺の下りも見てましたから、もう一気にファンになっちゃいましたけれども、そしてノエルくんですね、めっちゃやばいですね、アクロバット助走なしからのバク転からのムーンサルト的にこう足をばらつかせる宙返りですね、あれなかなかできるアーティストいないんじゃないですかね、本当に
アーティスト界の中でもねアクロバットトップクラスだと思うので、あの僕も結構ね、アクロバットを見る機会って多いんですけれども、やっぱその中でもやっぱ群抜いてる高さと身体能力かなというふうに思います。すごいと思います。そして中村くんも才能光るものがすごくあるなというふうに改めてオンエアを見て思ったんですけれども、なんていうんですか、感性爆発と言われてましたムーンサルトを月に見立てたりとか、寝転がってちょっと窓を開けるような仕草だったりっていうのを入れ込むロマンチックな感性の持ち主なのかなというふうに思いました。すごくやっぱこうなんかバランスがすごく取れた3人だったんじゃないかなっていうふうにトラジャのメンバーを見て思いましたね。それゆえにやっぱりこう素晴らしい作品ができてたというふうに思います。本当に素晴らしいです。さすがです。アムちゃん覆面ダンスバトルのコーナーの後にやってた企画もトラジャの皆さんが苦悩もありつつこうね東京ドーム目指すみたいなところの素敵企画がございましたから、もうそれを見て僕はもうファンになりました。アムちゃん、まあ結果的にはほぼ倍近くの数字で負けてしまったんですが、まあね、ライブに出る出ないみたいな、負けた場合はみたいな話をしてましたので、それはぜひとも本当にね、トラジャさんのライブにうちら呼んでいただいて、何でもしますので、負けちゃったのでもこれしょうがない、セカちゃんもね言ってましたから、負けちゃったらしょうがないからこれ行くしかないよっていうところで、ぜひともトラジャのライブ呼んでください。よろしくお願いします。ということで、今回は丸抜部アフタートーク感想トークという回になったかなと思います。まあこういうねあの番組のちょっとした話っていうのはあまり出す機会がないので、ちょこちょここういう風に出た時は、特にやっぱり、ね、バラエティだとそういうなんか裏側みたいなのを話せることも多いかなと思いますので、そういう時はこういう動画を出していければいいかなと思っております。普段はですね、まあ、アウトドアに特化していろいろこうスノーボードだったりキャンプだったりとかスケボーもそうですし、旅行の Vlog 行った、実際アメリカ行ってみたみたいなところだったり、韓国大好きですので韓国ネタだったりっていうのをアメちゃんでは上げていっております。ですのでぜひね皆さんチャンネル登録の方よろしくお願いします。そしていいね高評価そしてコメントもよろしくお願いします。ということでまた次の動画で会いましょう。